こんにちは、桐谷美玲です。今日は私の1週間コーディネートを紹介します。普段の私のコーディネートをたくさん紹介するので、ぜひ最後まで見てください。これが私のママ的定番ルックです。子供と一緒にお出かけをするときは、このビッグバッグとスニーカーを合わせることが多いです。ママコーデでも私はスカートを履くことも結構あります。このトップスがセリーヌです。でスカートがノークで、バッグがディオールで、スニーカーはザラです。このフーディは軽くてでコンパクトなんですよね。だからロングのスカートと合わせてもバランスが取りやすい。このスカートは子供と遊んでいてもフレアなので動きやすかったりとか、あとシワになりにくかったりとか、実は撥水加工になっていたりとか、機能性も十分なスカートです。あとバッグは本当におもちゃだったりとかお菓子だったりとかいろんなものをボンボン入れられるような大きいバッグが必需品です。でこれは本当に脱ぎ履きがものすごくしやすいんですよ。で軽いので子供と一緒でもすごく使ってます。帽子はやっぱり髪型がぐちゃぐちゃの時とかにもすごくかぶっていて、あとコーディネートのアクセントになるのでよく使います。で今季はこういうバケハよくかぶってますね。これはディオールです。このピアスは友達にプレゼントでもらったボッテガのピアスなんですけど、シンプルなフープだから本当にどんな格好にでも合わせやすくて、でもちゃんと存在感があるからものすごく使えます。では次へ。はい、こちらは犬のお散歩の時のルックです。着心地のいいニットのセットアップにあえてこうゴツめのブーツを合わせたりロングのコートを合わせてバランスをとってます。このイヤーカフがマリアブラックで、コートがオーラリーで、ニットセットアップがノークで、シューズがプラダです。このチェック柄が好きなので、そのチェックのコートで、あと結構なんだろう、オーバーサイズではあるので何に羽織っても意外と決まる。ニットセットアップとかを着るときって、スニーカーとか例えば履いちゃうともう完全に部屋着みたいになっちゃうので、そこは重めのものを合わせてバランスを取ります。バッグはあまりカジュアルすぎるのを持つとやっぱり部屋着感、部屋から飛び出してきた感が出る気がするので、ちょっとこれくらいの持ってもバランスが取れていいのかなと思います。なんかこういうサングラスがあっても可愛いと思います。サングラスは ADSR です。ちょっとこういう縁があるものだったりとか、カラーレンズのものもありますね。こちらは普段のお出かけルックです。ワンピースを着るときは下にこうパンツを重ねるスタイルが好きなんですけど、こういうスリットが入っていたりとか、これくらいの丈のワンピースだと下にちょっと太めのパンツとか、そういうのを合わせて重心を下に持っていくことが多いです。このワンピースは豆で、下に合わせてるニットパンツがタンです。パンツの丈は結構長めで合わせる方がバランスが取れるかなと思います。靴はボッテガです。これはとっても履きやすいです。ミュールなんで本当に突っかけてどこでも行けます。バッグはそうですね、なんか靴と合わせて白っぽいのでも可愛いけど、でもなんかトーンを合わせるためにこれぐらいのクラッチ、
柵をこうクラッチっぽく持っても可愛いなと思います。これはフェンディです。まあ、本当にデザインが可愛くて、で存在感もあるから持ってるといいねって褒められることが多いですね。ピアスはシアタープロダクツです。デザインがやっぱりちょっと目を引くようなものが好きなので、色ついてたりとかそういうものを選びますね。次へ。はい、こちらは、お仕事ルックです。私はセットアップが好きで、ジャケットとパンツのセットアップとかたくさんあるんですけど、今回はワンピースとパンツのセットアップを選びました。やっぱりこのワンピースとパンツの合わせのバランスが好きなので、今回もこんな感じにしました。セットアップを着るとちょっとカッチリしたイメージにはなるので、初めて行く現場とかこのセットアップは使えます。これはアイレネです。こういうトーンを合わせて茶色にするか、まあ、ブロック、これはアメリヴィンテージのブーツです。こっちはマルジェアの旅ブーツです。とバッグを、バッグをこうこれくらいにするんだったら茶色でも可愛い。茶色にしようかな。これバッグはボッテガのバッグなんですけど、やっぱりこのぷっくりとしたデザインがすごく可愛くてお気に入りです。タートルネックはウォルフォードです。タートの目のものの方が多いですけど、ちょっと透け感があったりとか、あともっと逆にオーバーなものだったりとか、冬になるとタートルネックはよく着ています。ピアスはマリアブラック、これもフープなんですけど、ちょっとデザイン性のあるフープなので結構使ってます。リングはこっちの石のがトムウッドで、こっちのゴールドはティファニーです。次へ。こちらは友達とのディナーの時のコーディネートです。友達とディナーするときはいつもよりもちょっと気合を入れておしゃれをしたいなというのがあるんですけど、今年はちょっとロングブーツが履きたくって、なのでこのロングブーツとハーフパンツの合わせにしてみました。ハーフパンツって素材感とか丈感がすごく重要だと思っていて、ペラペラだったりとかするとちょっと少年みたいになってしまいがちなんですけど、これはすごくしっかりしている生地で、形もあまり太くなくて細いのできれいめに履けるハーフパンツだなと思って、ロングブーツもやっぱりこの筒があまり太くないものを探していて、なおかつこれはこのつま先の形がスクエアになってて、それがすごく可愛くて気に入って買いました。ブーツがボッテガで、ハーフパンツはトゥモローランドです。これはバレンティノのバッグです。今まで私足を出すのをすごく避けていて、膝より上のものを履いたのがすごく久しぶりなんですよね。でもロングブーツ合わせなら履けるんじゃないかと思ってこのコーディネートで挑戦してます。このシャツがパルママーティンのシャツで、この襟がすごく可愛いですよね。でカーディガン合わせにするのが今年っぽくて可愛いなと思っていて、このカーディガンはサンローランのものです。まあ、カーディガン、ニットカーディでちょっと寒い日はコートを合わせてもいいかなと思うので、ちょっと綺麗めなこのレオパードとか、これはフォルテフォルテのコートです。普段なかなかレオパード柄とか着ないんですけど、これは
くどくないレオパードだなと思ってで買ってみたんですけど、これは、サンローランのピアスなんですけど、これぐらいインパクトあるものを持ってくるとこうすごく顔周りが華やかになるのでいいですよね。でバッグはサンローランのバッグです。こちらは結婚式にお呼ばれした時の、コーディネートです。これは実際私も友達の結婚式で着ました。きれいめなコートの方がいいかなと思ってこのコートにしたんですけど、スタンドカラーになってこの間から柄が見えるのでそれが合うんじゃないかなと思って、これはアメリのコートです。中はこんな感じのドレスです。ドレスはロデビエというところのドレスです。で、ボッテガのベルトでウエストマークしてます。形がすごく可愛い。裾だけちょっと広がってフリルになっているところも可愛いし、実はここにちょっと空きがあったり、この首にスカーフみたいに巻きつけられるものがついていたりとかっていうところがすごく可愛いです。このドレスに結構柄があるので他はシンプルにしたいなと思って、ピアスもこのティファニーの丸いシンプルなもので髪もタイトにしてコンパクトにしてます。靴はジミーチューのものです。柄オン柄でも可愛いかなと思ってちょっとこれにしました。迷う、どっちも可愛い。今回はこのやっぱり服に入ってる色を拾えばそんなにバッグが浮かないかなと思ったのと、結婚式なのでちょっと色鮮やかな方がいいかなと思ってピンクにしてみました。次へ。こちらは桐谷ミレールックです。黒の服が本当に好きで、こう全身黒ずくめで着ることが本当に多いので、まあ定番中の定番っていう感じですね。このコーディネートでいうと全部素材感が違うんですね。で素材をなんか合わせちゃうと重くなったりとか、なんか抜け感がなかったりとかするのかなと思うんですけど、まあこれもボアだったりちょっときれいめなブラウスでここの空きがあったりとかいうところで、黒全部黒でも重たくなりすぎないっていうことは意識してます。これはアメリヴィンテージのコートです。まあ、このエコファーがすごく可愛くて、いろいろ襟が取り外せたりとか、実はリバーシブルで着れたりとか、着回しも効きます。バッグも黒が多いです。どこかに色入れたいなっていう時は、まあ、バッグをちょっとちょっと鮮やかなブルーだったりグリーンだったりっていうところで色を入れてみます。こっちのブルーの方はボッテガです。これにします。これはインムードのイヤカフです。なんかちょっと大きくてデザイン性があるものなので、シンプルな服の時とか、あとやっぱこうやって耳を前面に出す時とかにつけます。ちなみにコートを脱ぐとこんな感じなんですけど、このブラウスはラウタシーのブラウスで、この袖のボリューム感とかがすごく可愛いのと、あとラウタシーといえばこのチョーカー付きのアイテムなんで、それはすごく気に入ってます。パンツはパトゥーです。エコレザーなのですごく柔らかくて履きやすいです。靴は黒、さっき選ばなかったマルジェラの黒を合わせました。本当に頭の先から足の先まで全部黒で
統一してみました。鈴木恵美ちゃんが私が中学生ぐらいの時から雑誌を見ていて憧れの人なので、まあ、このラウタ氏のお洋服もそうなんですけど、恵美ちゃんの作る洋服もすごく形も綺麗だったりデザインも凝っていて可愛くて好きなので、ずっとファッションアイコンですね。今日は私の1週間コーディネートをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。それでは皆さん、さようなら。